パネルを皆さんにお見せします。そして皆さんはこの恐竜が何という名前かというのを当てていただくクイズです。全部で問題は5問出題します。そして分かったというお友達、元気いっぱい手を挙げてください。私が当てますのでね。そして答えは難しい恐竜もあるかもしれないので3択にしますから、ね、きっと分かると思います。ほらレックス、ダメだよ。そして見事正解したお友達にはなんとレックスから直接プレゼントがもらえますので、皆さんどうぞ頑張ってくださいね。さあ、じゃあ行きましょうか。いきますよ、第1問。はい、この恐竜の名前は何でしょうか。この恐竜の名前は何でしょうか。3択しちゃったら大丈夫ですよ。いきますよ。1番がアンキロサウルス、1番がアンキロサウルス、2番がアンキモ、2番がアンキモ、3番がアルマジロ、3番がアルマジロ。はい、分かったというお友達、元気いっぱい手を挙げて。はい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 。1番がアンキロサウルス、2番がアンキモ、3番がアルマジロ。さあ、この恐竜は何番かな。1番のアンキロサウルス。さあ、どうかな。はい、大正解。100点。なんか今日この静岡でハンマーみたいになってる。じゃあレックスからプレゼントもらおうか。
レックス5のお友達に答えてもらおう。さあみんな、おばけ手を挙げてきて。はい。さあ、この恐竜の名前を外したら大変なことになると思うよ。まだ伝わってないよ。お客さんのとこで、はい、みんなのとこ行って。はい。さあ、どのお友達に答えてもらおうかな。逃げちゃダメだよ、レックスが。あれで出るからね。逃げちゃダメだよ、じっとしとくんだよ。ふい。以上をもちまして、T-Rex ウォーキングショーは終了とさせていただきます。